おはようございます。5月19日、本日の経済の出来事は、1952年後楽園スタジアムでの NBA 世界フライ級王座戦で指名挑戦者白井義雄がダド・マリノに判定勝ちをし、日本初のプロボクシング世界王者となった日です。本日の一日よろしくお願いいたします。